皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トサン TV、トサンでございます。さあ、本日も始まりました、トサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、リシチャンシク撤退で参ります。ウクライナがリシチャンシクから撤退すると思います。多分ですけれども、地図はこちらですね。セベロドネツクが陥落をして、これも戦略的撤退だったんですけれども、川を挟んですぐ隣のリシチャンシク、ここが高台になっておりますので、ここに防衛陣地を張っておりました。で、ロシア軍の進撃がここ数日非常に早くて、リシャンシクでですね、すでにウクライナ軍の主力が撤退したという情報が入っております。で、まだ大手メディアも取り上げておりませんし、ロシア側からもやったやったみたいな情報が入ってきておりませんけれども、その前にそういう情報が入ってきた時に、おそらく大手メディアは悲観的な情報として打ってくると思います。ウクライナ側がリシャンシク守れなかったっていう状況で入ってくる。で、ロシア側は大きな戦果ということで、やったやったみたいな情報で発信してくると思いますけれども、もうその前にちょっと共有しようっていうことですね。要するに戦略的撤退だというふうに考えられます。なぜかというと、6月の終わりからとにかくリシャンシクに対する砲撃がものすごい激しかったんです。で、その間ウクライナ側が何やってたかっていうと、その攻撃してくる相手ではなくて、その奥にある弾薬庫とかそういうところをボン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 カウンターで叩くってことをここのところずーっとやってたんですよ。で、弾薬を叩いたっていう情報、細かい情報がですね、いまいち出てこないんですけども、数が多すぎて、いちいち言うのがめんどくさいみたいなことを言ってる人が複数人いるんですね。相当数叩いているはずです。で、おそらく、リシャンシクとかセベロドネツクのこの東部で粘ってた理由っていうのは2つあって、1つが政治的な意味ですね。ロシアに有利なというか、有利に運んでるみたいな、ロシアを鼓舞するような情報を与えたくなかったというところ、あとドンバス地方を完全制覇されるみたいな、そういう情報も与えたくなかったというところで、ウクライナ側としては政治的意味があった。で、もう一つは、ここを拠点にして、その奥にある、弾薬庫とか支援物資ですね、補給ラインを叩きたかったですね、ということだと思います。あと、榴弾砲とかの兵器もそうですけれども、そういったものを叩きたかった、ロシアの戦力をある程度消耗させたかったというところが、この東部戦線の戦いだというふうに思います。もっと言うとですね、戦略的意味といいますか、ウクライナの国の中で、今、ロシアが占領しているところで、どこを一番解放したいかというところですね。どこが一番解放するので、価値が高いかというところでいくと、明らかに東部ではないんですよ。南部ですね。ヘルソンです。ヘルソンが一番価値が高いんですね。なぜかというと、黒海に面しているから。ウクライナの貿易の9割ぐらいは海通るんですよ。なので、海に面しているところでなるべく解放していきたいというところで、今後の、その、ウクライナに対する、とっての価値が全く違うということなんですね。でも、東部でこれだけ頑張っていたのには理由があったということなんですけれども、ある程度、まあ、叩けたんじゃないか、多分もっと叩きたかったと思うんですけれども、ロシアの砲撃があまりにも激しい。現在、ロシア軍の、まあ、死傷者ですね、は3万4000から5000ぐらい。で、10万人近くが負傷兵になっているというふうに言われてます。で、ただ正確な数字わかりませんけれども、片やウクライナ側の数字って出てこないんですよ。で、一応イギリスとかアメリカとかの発表だと、大体ですね、ロシアの3分の1ぐらいかな。3分の1から半分ぐらい、ウクライナ側も被害を受けてるって言われる。ところがですね、総数で言ったらウクライナの方が多いです。民間人も含めて、皆さん、自らですね、戦地に赴いて志願してます。これですね、今ウクライナというのは、非常事態宣言が引かれていて、動員令かかっております。で、徴兵もできる状態に法的にはなってるんですけども、実はですね、無理くりな徴兵ってしてないんですよ。なんでかというと、志願兵が多すぎて徴兵する必要がないんですね。さらに言うと、その志願兵に配る武器も足りてないっていう状況もある。弾も足りてないっていうような状況もあるっていうことなので、徴兵をする必要がない。つまり、最大母数で言うと、一番大きな母数で言うと、ウクライナの方が兵員は多いんです。数的有利はあるんだけれども、軍人として訓練された人の数っていうところでいくと、ウクライナよりもやっぱロシアの方が多いわけですよ。ということになると、軍人として練度のある兵士をなるべく温存しなければいけないという観点の中で、リシャンシクであまりにも粘りすぎると、もう砲弾がものすごい数飛んでくるので、ここは戦略、敵撤退というのを選択したんじゃないかなと思います。なぜこれが言えるかというと、ロシアのこの砲弾を撃ってきたりとか進軍してくるじゃないですか。これに対してウクライナ側の反撃というのが、私が複数見てるものの中で確認が取れません。砲撃してないんですよ。全く。
してないっていう中で一部の人が、例えば神パパさんなんかはこんな感じの方ですけれども、主力部隊が撤退したってことを言ってる。これおそらくウクライナの、ウォーモニターとかですね、ウクライナ側の、まあ、情報発信してるような、アカウントとも連携している情報じゃないかなと思いますけれども、他のところからも同じ情報が出てます。主力が撤退しつつ、しんがり部隊が、抑えつつですね、っていうことをやっているということなので、見込みなんですけどね、見込みなんですけれども、ここから数日、一週間以内ぐらいかな、に、まあ、大手メディアから、リシャンシク陥落みたいな、そういうようなセンセーショナルな形で残念だみたいな形の情報が出てくるかもしれませんけれども、残念がる必要はないです。東部で、このロシア・ウクライナ戦争の勝負は決しないです。なので残念がる必要はない。で、ここからどこにまた戦線を移していくのかというと、リマンの下ぐらいですね。とにかくイジュームやられたらまずいので、完全に半分取られちゃう。で、そうするとまたキーウ攻められるってことになるので、その手前ぐらいのリマンというところがあります。このリマンの下ぐらいに、クラマトルスクというところがあるんですね。大きな町、クラマトルスク。これあれですね、駅が爆破されたところです。ロシアのミサイルで駅爆破されたところですね。クラマトルスクということになりますけれども、ここがものすごい要塞化しておりまして、おそらくここになるんじゃないかっていう予想が一番、今のところ一番多いですね。クラマトルスクがちょっと有力なんじゃないかな。ここまで下がる50キロぐらいですね。50キロぐらい後方まで、中央に行くんじゃないかなっていう、そういう予測が今のところ出てますが、これはちょっと静観していかないといけない。じゃあ、この間に、東部で粘っていた間に、その重要拠点であるヘルソンがどうなっていたのかなんですけども、かなり厳しく情報統制が引かれていて、複数の人、すべての人って言った方がいいのかな。私が見ているすべての人は、確認できないって言ってますね。いくつかの村落をウクライナが解放したっていう情報が入っているけれども、確認ができないって言ってます。みんな同じことを言ってる。ということで、今ヘルソンに力を入れている。で、その証拠に、ついにスネーク島ですね。コメントでもありましたけれどもね、ヘビ島かな。スネーク島からロシアが撤退するってことになりました。しかしながら、これウクライナが取り返しても、またボンボンミサイル撃たれるだけなので、ロシア軍撤退させたというところで良しというところじゃないかなと思いますね。ロシア軍としてはこれ相当腹立ったと思います。うん。オデッサの住宅地にボコボコにミサイル撃って20人以上かな死者が出たっていうですね。オデッサの人たち、住民の人たちをこう守るんじゃなかったの、ネオナチから守るんじゃなかったのって話なんですけどね。うん、住宅地にボコボコに腹いせだと思いますね、これは。という形で弾を撃ちましたというところ。なので、東部だけの戦線を見たときに、ウクライナは撤退をして、まあ、ロシアが占領地を広げているような状況はあるんですけれども、もう少し広く見たときに、ウクライナが南部の方ではやっぱり押してるし、あと北部のヘルソンの情報もですね、ハルキウだ。ハルキウの情報もあんまり出てこないんですけれども、まだですね、ボルチャンシクっていう幹線道路の大元のところには到達はしていない状況、ここも押したり引いたり、なんですね。もしかしたら情報が出てきてないだけかもしれませんけれども、この北部と南部、ヘルソンとハルキウのところをもっと完全制覇していって、一番大元の幹線道路を塞ぐっていうことと、あと南部の方ではとにかくヘルソンの市街地線に持っていくっていうことですね。この辺が、ウクライナの今の目標地になります。その優先順位の一番高い目標値になると思いますので、東部のところ一時的な戦略的撤退になると思いますので、もちろん取られないなら取られない方がいいですよ。でも考えてみてください。一応ねヘマばっかしてるけど、相手はロシアなんです。相手はロシア、これだけの武器弾薬を持っていて、世界で、防衛費で3番目かの国でございますので、軍事力で3番目の国ですね。今、中国が抜いたんじゃないかな。2番目だったらすいませんですけども、核兵器で言ったら一番たくさん持っている国。で、弾薬で言ったらもう今回明らかになりましたけど、多分ダントツで世界で一番持っている国だというふうに思いますけど、ここを相手にしているので、東部のところですね、押したり引いたりのところ50キロ下がるっていうところはあまり落ち込まないでください。その上で、ウクライナを応援していけたらいいなというふうに思います。なので、大手とかロシアが情報を出す前に共有して、まず心の準備を、私もそう、皆さんもそう、ちゃんとしてですね、しっかりした気持ちでウクライナを支援していきたいなというふうに思います。はい、ではですね、ちょっとだけ中国の話題に行きたいというふうに思うんですけれども、中国の話題に行く前に、渡辺哲也さんがですね、NATO の首脳会議のマドリード宣言という宣言出てるんですけれども、これの和訳をツイッター上で公開してくれました。なので概要欄に、リンク貼っときますので、ぜひですね、ご覧になって、見てくださいということなんですけれども、動画の中では全部は触れません。
前は触れないけれどもですね、これ完全に新冷戦を高らかに歌う宣言になってます。すごい宣言が出ましたね。その最初の始まりなんですけれども、我々北大西洋同盟の首脳はヨーロッパ大陸に戦争が戻ってきたためマドリードに集まったっていうところ始まるんですよ。ヨーロッパに戦争が戻ってきたから集まったよというところですね。戻してきたのはロシアということになりますけれども、まあ対ロシアに対する非難であったりとか、ロシアに対して絶対負けねえからなっていうような宣言が盛り込まれているんですけども、その中にやっぱり中国も名指しで入ってきている。そしてそのパートナーとして日本の名前も出ているというところでございますね。まあ宣戦布告っていうとちょっとその言い方違いますけど、ロシア側から宣戦布告してますんでね、完全に民主主義潰しに来てるので、あと中国もだいぶ前からいやらしい方法で民主主義潰しに来てるので、まあ宣戦布告というか仕掛けてきたのは完全に中ロということになりますけれども、それに対して毅然とした宣言になってますね。ということで、いよいよまあ EU、ヨーロッパもそう、アメリカもそう、そして日本もそうだけれども、民主主義を壊そうとする勢力との戦いというのが苛烈になっていくというところでございますけれども、EU がですね、具体的なことをしておりまして、こちら、大紀元さんの記事なんですけれども、EU 国家が支援の外国企業による買収制限へ中国念頭ということでございまして、結構ですね、まあ大きい企業に限られます。もっと細かくやっていいんじゃないかと思うんですけれども、まあ大きい企業の場合ですね、買収できないようにするっていう新しいルールでもう合意しました。6月30日に合意したということなんですけども、対象となるのは国から5000万ユーロ以上の補助金を得ている企業ということなので、日本円にするとどれぐらいかな ?65 億とか ?60 億以上ぐらいですかね。うん。の、まあ、補助金を得ている企業ということなので、それなりに大きい企業ということになりますね。あと年間売上高が5億ユーロ以上ということになります。うん、5億ユーロなんで、これまあ600億円以上とかっていう形になるので、まあ結構大きい企業ですよね。に、まあ適用するっていうことなので、もうちょっとですね、小さい企業もダメにしとかないと、なんですか、大きい企業がペーパーカンパニーとかを通じて、小さい企業を操作して買わせるとか、地元の企業を操作してですね、入札に参加して、上海電力みたいな感じの、まあ、ことが行われるとかっていうこともあるので、まだまだザルじゃないかなという気がするんですけれども、まあ、EU がですね、こういう動きをしてきたっていうところは重要じゃないかなというふうに思います。で、実はアメリカも動いていて、あとウクライナにも問題があるというところが一本の記事から全部読めます。それがウォールストリートジャーナル、気候、ウクライナの広大な農地、中国の手にということなんですけども、この記事の内容で書いてあるのは、まあ農地ですね。今中国人が一番海外で農地買ってる国ってどこなのかっていうと、アメリカなんですよ。アメリカの農地バカバカ買われてるんですけれども、あとベネズエラとかかな。うん、買えてるんですけども、それを制限する法案というのが、ついにアメリカでも提出されてますということですね。前は報告義務が、義務付けるような法案出されてたんですけども、今回はそもそももうダメよっていう法案がアメリカでも出されました。で、ウクライナというのは、実はロシアと敵対をする。で、もともとロシアと中国仲が悪かった中で、あと経済的にも貧しい国ですよね。で、これといった産業もない、まあ、小麦があるぐらいですよね。産業もない。その後も IT が育っていくってことになるんですけれども、あと軍を解体する上で買い手が必要だったということで、結構ですね、軍事的には中国にいろんな技術であったりとかですね、武器とかもそうですけれども、いろんなこの商売的な取引がある国でございます。つまりウクライナと中国って結構国と国とは仲良くやってたんですよ。うまいことやっていた。でも今回のことでウクライナもさすがに目が覚めると思いますね。うん。中国を利するってことになると、結局ロシアを利するんだっていうことに、ウクライナも、気づいたと思います。その上でウクライナにも問題がある、この記事に書いてあるのはですね、耕作可能な農地、耕すことのできる農地のウクライナ全域ですよ。全域のなんと10分の1、1割を中国がもうすでに買っちゃってるってことが書いてある。これびっくりですよね。じゃあそれ転売してロシアに売られたら、ウクライナの農地の10分の1ロシアの土地になっちゃうよっていう話になるじゃないですか。まあもちろんそれは法的にどうかってところあるんですけれども、ただ中国に売る、中国の手のもの手になるっていうことはロシアに近くなるってことだけは間違いないわけですよ。
ウクライナはこれをやってしまっていた。で、これはウクライナとしてはかなり後悔していると思いますし、今後、ウクライナも違う方向に舵を切っていくんじゃないかなと思います。ウクライナは今目立って中国を批判していません。これはなぜかというと、中国がロシアになるべくくっつかないように、ウクライナとしてはしたいんじゃないかと思いますね。水面でその辺のやり取りを中国とはやってるんじゃないかなというふうに思いますけれども、しかし多分無駄です。中国はウクライナの顔色なんか見てません。うん。どうでもいいと思ってるはずです。その上で、ロシアとどういう関係作ろうか。ここは中国にとっても頭の痛いところではあるとは思うんですけれども、しかしながら、ウクライナが何とかできるような国では多分ないというふうに思いますね。ここも、考えていってほしいなと思います。そして、翻って我が国になりますけれども、我が国はですね、農林水産省がめちゃくちゃガチッとガードしてくれているので、農地は大丈夫です。うん、農地は大丈夫。日本の企業とかが噛まない。日本の資本がとにかく 51% 以上噛まないと、日本の農地は耕せません。っていうのをやってくれてる農林水産省。私はもう電話までして確認してるので、100% です、それは。問題は商業地。ここが、ま、超ザルになっている。で、例えばですね、アメリカ軍基地に近いとか、自衛隊の基地とか施設に近いところっていうのは規制が入っていきますけれども、これから。そうじゃない農地がザルすぎて、しかもそれ、誰が持ってんのかっていうですね、国籍、どの国籍の人間がそこ買ってったんだ、持ってるんだってことも把握できてない状況があるんですよ。これを急ぐい整備していかないと、アメリカにも遅れを取るし、もはや EU にも遅れを取っているということです。そして、国と国というところ、これ中国だけをいじめてんのかって話だと、そういうわけではないです。中国というのは土地買えませんから。相互互恵という国際社会の当たり前の概念ですね。お互い平等ですよねっていうところでいくと、中国人に土地なんか売っちゃいかんのですよ。ダメです。上物の建物だったら、まあ100歩譲っていろんな制限つけて、ここはやらないと相互互恵ならないかもしれませんけども、土地は中国買えませんからね。なので、日本も中国人には土地売っちゃいけないというのは何ら差別でも何でもないんです。これ、相互互恵で平等の話っていうことになりますので、その辺の情報戦というところもちゃんと政府は発信していきながら、禁止をしていってほしいなというふうに思います。出ないとって話なんですよ。出ないと大変なことになるよっていうところを最後にですね、お伝えさせていただきたいんですけれども、香港返還25周年の式典が香港で行われて、習近平さんとあと奥さんですね、が一緒に香港乗り込んでいきましたっていうところなんですよ。で、ここでとんでもないことを言っていて、一国二制度は成功したとうまくいっているってことを言ってるんですけども、問題はそこではなくて、一国二制度をやめるつもりはないって言ってるんですよ。一国二制度をやめるつもりはない。すごい素晴らしい制度だし、やめる理由が見当たらないって言ってるんですよね。つまり自分たちの、本土と、中国本土とは全く違う制度、のエリアだってことを認識しているわけ。それをやめるつもりもないにもかかわらず、香港の民主主義っていうのは死んだわけですよ。死んだわけです。これが何を意味しているかっていうと、制度が違う、法律が違っていても、中国は自分たちの価値観とかルールを押し付ける、中国共産党ってそういう危ない集団なんだということがまた露呈したっていうことなんですね。ちょっとですね、習近平さんが香港に到着した時の、それを歓迎する映像ですね。短いやつ、こちらご覧ください。はい。子供たちの顔がもう、死んでるわけですよね。自分の子供に、日本の子供たちにこんな顔をして中国の旗を振らせたいですかっていう、そういう話になってくるわけです。そういう話になってくる。なので、今回のロシア・ウクライナ戦争、このウクライナの頑張りを支援しなければいけないし、そして、中国人に土地売るとかですね。そんなことは絶対あってはいけないことだということ。そして NATO もついに対ロシア、対中国、この民主主義を壊そうとする勢力に対して高らかにこれに対抗するっていう宣言をマドリード宣言という形で出していきました。日本は民主主義、自由主義の一員として、そしてこのアジアエリアのリーダーとしてですね、毅然とした態度を取っていく、我々も覚悟を決めていかなければいけないよっていうお話でございます。ということで、立三式ですね、ちょっとマイナスイメージな情報発信が出るかもしれませんけれども、皆さんこれ重ねて言っておきますけれども、心を強く持ってください。決してマイナスではないです。押したり引いたりの引いたりが来てるだけ。なので、心を強く持って、ウクライナで頑張ってる皆さんと一緒にですね、支援していきたいなというふうに思います。ということで、本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。